食べた。お腹いっぱい、大満足だよ。アルマ、私たちと同じようにケーキやドーナツをバクバク食べてた。そう、私たちと同じ人間のように食事をとってるし、笑うし驚くし、やっぱりアルやあの世界は。あっと、なんでもない。お茶でも飲んでのんびりしましょう。店員さんは。飲み物でしたらこれをどうぞ。私からのプレゼントだよ。あなたは。お気になさらず。感謝したいのはむしろ私の方さ。美しいお嬢さん方とお茶をする、それはとてもインスピレーションを刺激する。いやいや、全く私も君たちも幸運だ。なんか変なのが来たけど、コーリー、あんたの知り合い。違うよ、こんな変態さ私も知らないよ。お嬢さんたち、ひそひそ話かい？ダメだよ、声が漏れてしまっているぞ。そんな君たちにおすすめしたいのが弊社開発のアプリトラトラだ。このアプリは自信作さ。文章を打たなくてもアプリを起動し、思うだけで言葉が相手に伝わる、テレパス気分になれるアプリなのさ。他人に聞かれたくない内緒話にうってつけ。そして内緒話といえば高校生、高校生といえば花の女子高生。本リリース前に君たちに使ってみてもらって使い勝手を知りたいのだが、どうだろうか。何このキモい人は。モニター目的だとしてもキモい。どっかで見た気がするんだけど。ねえ、本当に氷の知り合いじゃないの？私に押し付けないでよ。どっかで見たような気がするけど、私も知らないよこんな人。実は生き別れの兄弟だったりしない？こんな気持ちの悪い家族はいないよ。まあ兄弟で行動が似ていたとしても、ここまで露骨に気持ち悪く迫ってきたりはしないよね。ごめんごめん。ひつぎちゃん、こんな気持ち悪い人と私の行動に似てる部分を見出してたんだね。君たち、裏でこそこそ他人を卑下したりするのは良くないことなんだぞ。何よ、思いっきり傍受されてるじゃん。全然ダメじゃないこのアプリ。開発者なんだから当たり前だろ。モニターと言っただろ、モニターと。まったく、最近の女子高生は全然遠慮がなくておっかないな。だがそれがいい。氷、警察呼んで。変態がいるって叫べばすぐに来てくれるはずだから。躊躇ないね君。変態がいる。そっちの君も少しはためらえよ。まったく、そんなの来るわけないだろ。ここら一帯のエーテル通信にはすでに制限がかけてある。通報は無駄だよ。こう見えても私結構有名人なんだ。騒ぎになって人が集まったら面倒だから、外出時は周辺に通信制限をかけているのさ。犯罪者ってこと？未成年に対するあれこれの罪状で？
違うよ。ほらこれ名刺。アニエ・ハギト YMT コーポレーション代表取締役社長って、なんかどっかで聞いた名前ね。 YMT コーポレーションってこの前アル君の服を買うときに使ったアプリ、あれを作った会社さんだよ。そう、エーテル通信時代の最先端を走る YMT コーポレーションの若き社長にして時代の寵児、それがこの私、アニエ・ハギトさ。ああ、あのミリタリーオタクの人か。そんな時代の寵児さんが私たちみたいなただの女子高生に何用ですか。ただの女子高生ね。何か不満でも？いいや、何でもないよ。美しい二人のお嬢さん、ご協力ありがとう。また会える日を楽しみにしているよ。なんだかあの人嫌な感じ。そうだね、アル君、変な人だったね。まるで氷みたい。そうね、アル君辛辣。ひつぎちゃんも同意しないでよ。でもひつぎちゃん、今の人本当に何だったんだろう。正直さっぱり。でも一つだけ分かってることもあるわ。私たちのお茶代浮いた。改めて感じます。向こうの世界の技術レベルのいびつさを。通信技術をはじめとしたソフトウェアはこちらの技術に比類するレベルです。けどそれに対してハードウェアはまだまだ。不思議ですね。とても変です。かのエーテルという通信素子に何か秘密がありそうな感じですね。今日も京都で生徒会の雑務あった。しかし入学式前の準備ってほんと大変なのね。やってみないとわからないわ。これはそのせいで昨日は PSO2 入れなかったし、さっさと仕事を終わらせて今日こそ。なんだ棺、まだあんなもんで遊んでるのか。げっ、この声はやっぱり縁が兄さん。心底嫌そうな顔してくれて兄さんは嬉しいぞ。妹よ、こんなところで何してるのよ。ここ女子寮よ、男子禁制。アホ、その規定家族の場合は免除されるだろうが。じゃあ私に何の用よ。別にお前に用はねえよ。用があるのはお前の部屋だ。え、私の部屋って別に何も変わってないわよ。それよりどうして。八坂家の家長としては、出来の悪い妹が清く正しく健やかに成長しているか部屋の隅から隅まで確認しないと不安でな。つっても大して成長してないのは見りゃわかるな。うっさい、余計なお世話よ。もう子供みたいに頭撫でるな。じゃあ話を戻すか。棺、
お前の部屋には本当に何もないんだろうな。なんでそんなこと聞くのよ。質問しているのはこっち。本当に何もないな。当たり前でしょ。ならいい。ちょっと兄さん、私の質問に答えてよ。なんでそんなこと聞いてきたの。そういや聞いたぜ、棺。お前次期生徒会長とか言われてもてはやされてるらしいな。優秀なのはいいことだ。力があるのもいいことだろう。だからといって流されるままになるなよ。意思や覚悟もなしに何でもかんでも首を突っ込むと、そのうち取り返しのつかないことになるぞ。どういう意味よ。お前の質問に答えただけだよ。あとはそのちっこい頭と体でじっくり考えてみな、次期生徒会長。あ、ちょっと、もういつもいつもああやって煙に巻いて。優秀で生徒会長になって力を振るって、そしてマザーの力になる。それの何が悪いってのよ、バカ兄貴。コーリー、ごめん、ちょっと兄さんに捕まって遅くなっちゃった。おや、ちょうどいいところに来たね。あんたはこの前の変態社長。確かアニエ・ハギト。ひどい覚え方してるね君。何もしてない。私は何もしてないよ。私はここの卒業生、ついでに5年前の生徒会長は私だ。元生徒会長ってことはマザークラスタのことも。ここの生徒会メンバーは例外なく全員マザークラスタに所属しているだろ。もちろん私だって例外じゃない。近くに寄ったから久々に先輩風でも吹かせてみようかなと思っただけなのに、よもやここまで踏んだり蹴ったりとはね。うちのアプリの高校生モニターの相談とかしておきたかったんだけど、また今度にするよ。それじゃあね、八坂棺さん。氷、あの変態出てったからもう大丈夫だよ。氷、本当に大丈夫？ねえ棺ちゃん、棺ちゃん、マザークラスタに、マザーに誘われた時のこと覚えてる？私は今でも忘れないよ。絶対に忘れたことはない。私は友達がいなくて一人ぼっちだった。そんな時にマザーが導いてくれた。マザークラスタに導いてくれた。そして棺ちゃんに会わせてくれた。マザーが棺ちゃんと出会わせてくれた。いつも一人ぼっちだった私の初めての友達、初めての大切な人。マザーの言う通りにしていたから、マザーのおかげで棺ちゃんと会えて仲良くなれて。それで氷、棺ちゃん、どこにも行かないでね。棺ちゃんの居場所はここだよ。マザーの言う通りにしてれば絶対に大丈夫。みんな幸せになれるから、どこにも行っちゃやだからね。マザーの言う通り
か。マザーに対する信頼感がすごいですね。マザーとは一体何者なんでしょう。それほどに圧倒的な存在なんでしょうか。それにしても棺さん、お兄さんいたんですね。まるで親子のような慎重さでしたけど。それじゃ簡単に説明させてもらいますね。あなたが治療されてる間にアークスの組織体系は抜本的に見直されたんです。まず総司令、アークスの一番偉い人がウルクさんです。司令補佐にテオドールさん、六坊の皆さんは肩書きを残しつつ各部の司令になりました。戦闘部の司令がヒューイさん、自責に3代目のクラリス・クレイスさん、総務部の司令がマリアさん、自責にサラさん、共同部の司令がレギアスさん、自責にゼノさん、そしてそしてたびたび問題となる情報部の司令がカスラさんですね。アークス全体の方針決定については各部の長と総司令が会議を行って決めているんです。シャオは私たちシップ管理者を作り出した後、演算に集中するためにマザーシップに戻りました。そう、私たちはシャオの代わりにシップを管理する存在なんです。実はすっごいんですよ私。生まれてからまだ2年ぐらいですけど、心も体も最初から大人です。えっへん。ちなみにちなみに、人格形成には総司令であるウルクさんを参考にしたとシャオは言っていました。あとあと、アークス内にはもう一つ特別な肩書きがあります。それはガーディアンです。特定の部署に所属することなく自分の意思で行動を決めていい、アークスで唯一の存在、それがガーディアン、あなたとマトイさんなんです。そしてそして、私はそのガーディアンであるあなた専属のオペレーターでもあるんですよ。以上、説明おしまいです。今後ともよろしくお願いしますね。ビューティフル、なんて美しいんだ。君もそうは思わないかい。この文句のつけようのないフォルム、しなやかで柔らかく手触り抜群で完璧以外の言葉がない毛並み、そして何よりも僕のことを愛し常に僕に寄り添うこの従順な姿、エレガント。おっと失礼。そういえば君誰だ。いや悪気はないんだ。僕はこの子たち以外にほとんど興味がないのでね。僕の名はピエトロ、そしてこちらが僕の愛するカトリーヌさ。君あまり見ない顔だね。
なら、ぜひ説明させてもらえないだろうか。僕の愛するこの子のことを、サモナーのことを。サモナーとは、つい最近にアークスに設立された新たなクラス、新たな選択肢のことさ。最大の特徴は、この子たち。サモナーは、自分の愛する子を連れて、戦地へと赴くのだよ。みんなはペットと呼ぶが、僕にとってこの子たちは愛すべき子、何にも代えがたい愛おしき子供さ。サモナー用の武装タクトの導くままに、華麗に美しく殲滅のハーモニーを奏でる、それがサモナーというクラス。どうだい、分かっただろう。そして君もやってみたくなっただろう。そんな遠慮することはない。どんどんサモナーやってみるといい。この子たちを抱く幸せをみんなで分かち合うために、僕はこのクラスを設立したんだからね。いったっ。カトリーヌ、このやんちゃさんめ。分かった分かった。それじゃあそろそろカフェにでも行こうか。それでは僕はこれで、良いサモナーライフを楽しんでくれたまえ。こらこらカトリーヌ、そんな焦らなくても餌は逃げないよ。痛い痛い、噛むな噛むな、こいつ。やあマイフレンド。そんな照れることないじゃないか。君だよ君。僕と志を共にする、それすなわちマイベストフレンドさ。こらこら、ジョセフィーヌ、つつくなつつくな。僕はご飯じゃないぞ。そうだマイフレンド、この子は初めてだね。どうだいジョセフィーヌは、可愛いだろう。食欲旺盛なのもこの子の可愛さの一つさ。時折僕を獲物を見るような視線で射抜いてくるのがまたキュートなんだよ。そうそう、自分の子供たちにきちんと定期的にエネルギーをあげてるかい？この子たちは特別な存在だからね。僕たちがエネルギーを提供し与えて、そうして成長していくのさ。言うなれば、僕たちが注ぎ込んだ愛情で大きく空に羽ばたいていくな。あそうだろジョセフィーヌ。こらこら、そうそうはよくないぞ。どうやらこの子お腹が空いているようだ。僕はこれで失礼するよマイフレンド。ジョセフィーヌ、そんなにはしゃがなくても大丈夫さ。今日はとびきりのご飯を用意してあるからね。手危なっ。おいおい、眼球狙いかい？やんちゃな子だな。いやあマイフレンド、君の動向は風の便りで聞いてるよ。素晴らしいサモナーライフを送っているようだね。待った待ったマイフレンド、
ダメだぞ、友を無視しては。この世で一番大切なものは友なのだから。なあエリザベート、君もそう思うだろう？あとマイフレンド、こいつは失礼。この子の紹介がまだだったね。僕の愛するエリザベートさ、かわいいだろう。この前の、ああジョセフィーヌのことかい。あの子なら今リフレッシュ中さ。適度な運動、適度なリフレッシュ、そして全力の愛情、それこそがこの子たちを目いっぱい羽ばたかせるのに必要な要素なのさ。僕の愛する3人の子供たち、カトリーヌ、ジョセフィーヌ、エリザベート。この子たちはね、今現在サモナーが使えるペットの種類を決めたとても偉い子たちなんだ。カトリーヌのタイプが四足系、ジョセフィーヌのタイプが飛行系、そしてエリザベートのタイプが二足系。見た目の違いだけじゃない、それぞれのタイプに特徴がある。それがたまらず可愛くて愛らしい。どれかを選べなんてできるはずもない。だから僕はカトリーヌもジョセフィーヌもエリザベートも等しく愛しているのさ。エリザベート、分かってる分かってるよ。君も僕を愛してくれてるんだよね。おっとダメだよエリザベート、人の腕はねそういう風に曲がらないようにできてるんだぞ。頭をかじるのも行儀が良くないぞ。おや、そろそろ食事の時間だね。それじゃあ準備に行こうかエリザベート。だから僕はご飯じゃないよ。やあマイフレンド、バタバタしていてすまないね。時にマイフレンド、君はどこかでジョセフィーヌを見なかったかい？そうか、ジョセフィーヌ一体どこに。実はジョセフィーヌが家出したようで、他の作業中目を離した一瞬の隙にどこかへ飛び去ってしまったんだよ。アークスシップの外には出てないと思うが。ああ愛しのジョセフィーヌ、君は一体いずこへ。いや、これは僕の愛への挑戦だね。僕を試しているんだねジョセフィーヌ。ならば追いついてみせようじゃないかマイフレンド。それではまた。先輩、ちょうどいいところに。ジョセフィーヌ？なんだそれ、この子の名前なのか？この子あれだろ、サモナーってクラスのペットだろ。主に従順で全力で尽くすっていう。もしかして先輩のペットって感じじゃないな。おいお前、自分の主をほっぽってこんなところでのんびりしてていいのか？
人懐っこいやつだなお前。よしよし、いい子いい子。いたんだね、ジョセフィーヌ。心配させないでおくれ。もしかしてこの子の主？いかにも、僕はピエトロ。君はマイフレンドのフレンドかい？フレンドというか先輩後輩だけどな。俺はイオ、よろしくなピエトロさん。わかったわかった、ジョセフィーヌも改めてよろしくな。さあジョセフィーヌ、帰ろうじゃないか。あまり迷惑をかけるものではないよ。あいた。ジョセフィーヌ、なぜ僕の愛がまだ足りないっていうのかい？その過剰な愛が嫌なんじゃないか。ほらジョセフィーヌ、ピエトロさんのところに戻りな。お前の居場所はここじゃないよ。そんな名残惜しそうな顔をするなよ。俺はいつでもここにいるからさ、会いたくなったらまたおいで。ジョセフィーヌ、おかえり。もう君のことを話さないよ。大好きだよジョセフィーヌ。あらあら、こんにちは。なんだかお久しぶりな気がしますね。リサですよ、覚えていますか？こちらで会うとは珍しいですね。あなたもうちに来たんですか？あれを。リサがここにいるのが不思議です。リサだけじゃなく、アークスの皆さん誰しもが来ていますよ。もちろんアークスとしての出撃許可が下りた時だけですけどね。ここに出てくる幻想種でしたっけ？あのふわふわっとした感じを打つのがちょっと面白いんですよ。打った感触はダーカーに近い感じです。生物ではなく何かが形を取ったような不安定な存在ですね。でも頑張って形になろうともしているので、そのちょうど間の感触が新鮮で、ああたまらないです。自由に来られるあなたが本当に羨ましいです。リサもガーディアンになりたいですよ。まあもっとも、様々制限のある中で撃って撃って撃って殺す方が萌えもするので、このままでも構いませんけどね。ではでは、それではさようなら。